2021年7月4日、今を生きる僕の証としてこれを残す。こんばんは、フォールです。今日はのどかと音楽制作をしたので、そのことについてここに残しておきたいと思います。もう新曲の方が完成形に近づいていて、今回も作り込みの作業をしていたんですけれど、なんかその中ですごく思うことがあって、すごい自分の中では曲に対して音に対しての色だったりイメージであったりっていうのが自分ではすごいよく分かっているんです。だけどそれをのどかと共有するために、同じ映像を色を感じてもらうために頭の中に描き出してもらうために、自分の言葉でそのイメージを伝えなきゃいけないっていう場面に直面したんですけれど、なんかすごく自分では分かっているし感じていることだから、それをただ伝えるのってすごく楽なように思えるかもしれないんですけれど、それってすごく実際は難しくて、というのも感覚的に自分が理解している部分っていうのがすごく多いので、それをまた自分の言葉で相手に伝えるってなると、なんかすごくいい意味で新しい気づきっていうのがたくさんあって、あ、自分こう言葉にはしてなかったけど、言葉にするとこういうことを思ってたんだとか、こういうものを頭に描いていたんだとか、イメージもそうですけれど、なんかすごくのどかを通して自分も改めてこう曲への理解を深めていく、なんかすごく感動する瞬間がありました。もう近々新曲上がる予定なので、楽しみにしていただけたら幸いです。今日はそんなことを思ったので、ここに残しておきたいと思います。ではまた、おやすみなさい。バイバイ。